は鹿児島茶を使ったランチフェアを紹介します。脳を通じて幸せを提供する JA 鹿児島県経済連グループの提供でお送りします。鹿児島サンロイヤルホテルと JA 鹿児島茶業、 JA 鹿児島県経済連がコラボし、新茶の季節に開催している鹿児島茶を使ったランチフェア。今年で9回目を迎えるこのフェアでは、新茶や紅茶、抹茶など厳選された鹿児島茶と鹿児島の食材をふんだんに使用したランチを鹿児島サンロイヤルホテル内のレストラン3店舗で楽しむことができます。私は2階にある日本料理七彩にやってきました。落ち着いた雰囲気の中で季節感あふれる本格的な日本料理を味わうことができます。こちらが日本料理七彩で提供される鹿児島茶を使ったお料理。料理長、華やかでとっても美味しそうです。何という料理名になるんですか？はい、これはですね、鹿児島茶を使ったロイヤルランチになります。どういった特徴のある料理ですか？今回の鹿児島の新茶を含めて7種類のお茶を使ってですね、お料理の方に入れてあります。その中で、はい、料理長のおすすめは何ですか？今回の鹿児島の抹茶をふんだんに使いました天ぷらと、その抹茶で作った抹茶塩になります。そして枕崎さんの鰹だしを一番だしで取っただしにですね、鹿児島の新茶を使ったお吸い物になっております。すでにとってもいい香りがします。ありがとうございます。料理長一押し、抹茶を使った天ぷらをいただきます。うーん、衣がサックサックしてますね。口に入れた瞬間、抹茶の濃厚な香りが広がります。この抹茶塩につけて食べることで、よりかぼちゃの甘みが引き立ちます。とっても美味しいです。続いては新茶を使ったお吸い物。新茶の旨味と鰹だしの味わいがとっても相性いいですね。ここでしか味わえない一品です。どういったところを工夫して料理考えられましたか？そうですね、お茶もですね、種類によっていろんな味、香り、また違いがありますので、その味の違いをですね、お料理、食材を通してですね、うまく相性がいいのと合わせながらですね、お茶とお料理を美味しく飲んで食べていただければと思いまして、お料理の方をご用意しました。鹿児島茶を使ったランチフェアは1階のカフェレストラントリアン、13階スカイラウンジフェニックスでも開催。開催期間は5月1日から6月30日までです。また今回紹介した鹿児島茶は JA 茶房薩摩地などで購入できます。来週のたわわのあは、私池上が13階スカイラウンジフェニックスで提供されるお茶ランチをご紹介します。ぜひご覧ください。番組からのお知らせです。日本料理七彩鹿児島茶ロイヤルランチペア食事券を3人の方にプレゼントします。はがきに必要事項を記入の上、ご覧の宛先までお送りください。また JA 鹿児島県経済連のホームページでも受け付けています。